い、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。シャユということで、今日は2023年最後のオリジナル調味料万能シャユの販売についてのお知らせ動画になります。今年も何度か万能シャユ販売をさせていただいて、たくさんの方にお買い求めいただき本当にありがとうございます。今年も本当1年あっという間だったんですけど、今年最後の販売となりますので、気になる方ぜひお買い求めください。で、私のチャンネルを最近知った方や、万能シャユってどんな調味料なのとか、どんな思いがあって私が作っているかっていうのをまだ知らない方はたくさん見えるかなと思うので、初めてこの醤油を作った時に工場見学をした様子や製造の過程を動画にしたものがあるので、そちらの動画をまず最初に流そうと思うので、よかったらぜひご覧ください。販売の詳細まで飛びたい場合は、動画の概要欄もしくは下にチャプター画面がついているので、そちらで飛ばすこともできるので、見たいところまで飛んで見てみてください。ではどうぞ。はい、では早速山川醸造さんの蔵にやってきたんですけど、社長さんにも今来ていただいて、山川社長さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回山川さんのたまり醤油を使ったんですけど、はい、多分見てる方からすると普通のお醤油とどう違うかっていうのがすごく疑問に思うと思うんですけど、うん、はいはい、どう違うんですか、普通のお醤油とたまり醤油の違い、はい、良さっていうところを教えてもらってもいいですか、ね。はい、普通の醤油っていうのは原料が大豆と小麦が半分ずつなんですね、うん、でそれに対してたまりは本来大豆だけで作るお醤油なんです。最近はまあ少し小麦が入ってるんですけども、それでも大体1割ぐらいです、うん、だから9割ぐらいが大豆っていうことで、まあ、ほぼほぼ大豆で作ってるのがたまり醤油です、うん、でもう一つ違いがあって、麹を作った時に塩水と一緒に桶の中に入れるんですが、その時に使う塩水の量がたまりは普通の醤油の3分の1とか3分の2ぐらいしか使わないんです。なのでたまりっていうと色が黒くってドロッとしてるって言われますけど、お水が少ないのですごくとろっとしたお醤油になるんですね。で熟成期間も普通の醤油は半年ぐらいなのに、たまりは2年ぐらい寝かせてますから色がぐーんと濃くなってる。たまり醤油ってすごい辛いっていうイメージが個人的にあるんですけど、うん、はい、そうではなくて旨味がこうぐっと凝縮した醤油なんですね。はい、あの色が黒いと皆さん辛いって勘違いされる方がとっても多いんですが、うん、色が黒いのは熟成期間が長いので濃くなってるんですね。うん、色が濃くなる原因は大豆なんですよ。だから大豆がほとんどのたまりは色が一番濃くなるんですけども、熟成期間も一番長いのでとってもまろやかな、人によっては甘いっていう人もいるくらいのお醤油です。来た時からすごい醤油のいい香りがふわんとしてくるんですけど、うん、はい、蔵見せていただいてもいいですかね。いいですよ、はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、すごいいっぱいありますね、木桶が。そうですね、なんかうちのイメージだと醤油工場って機械的にすごい醤油をたくさん生産してるっていうイメージがあったんですけど、うん、はい、社長さんのこだわり、醤油に対するこだわりって何かあるんですか。そうですね、あのスーパーで売ってるような大手の醤油はビル工場と同じように屋外タンクで作るんですけど、我々のような小さな蔵はこういう桶で作ってますけども、こうやって木桶でお醤油作ってる蔵って日本にもう数十軒ぐらいしか残ってないんですね。ほんと少ないんですよ。木桶で作ってるお醤油ってお醤油の中の 1% しかないので、それを創業以来ずっと木桶で作り続けているっていうのがうちのこだわりですね。やっぱり木桶で作った方が旨味も強くなるんです。でそれはなぜかというと、木って中に空洞がいっぱいあるので細かい、そこに酵母菌とかいろんな微生物が住み着いてる。だからその蔵のその桶にしかいない菌がいっぱいいて、それが美味しくなる秘密です。あ、社長さんのうまさの秘訣。そうですね、金属とか樹脂とかのタンクは中に空洞がないので微生物は住み着けないんです。木の桶っていうのは桶自体がもうお醤油作る環境を持ってる。だから美味しくなるんですね。あ、奥深いですね。はい、社長さん、これ、はい、なんかこれだけすごい綺麗じゃないですか。そうですね、これ去年作った新桶です。去年の1月に小豆島に作りに行きました。こういう醸造用の桶を作る桶屋さんっていうのは最後の1軒しか残ってなくて、そこはもう今年の12月で廃業することが決まってます。
で今まだ日本中にお醤油とかお味噌とかお酒とか木桶で発酵食品作ってる会社がたくさんあるので、桶屋さんがなくなっちゃうと大変っていうことになったんです。でそれなぜかというと、うちにある桶も100本ぐらいありますけど、全部明治か大正に作られた桶で、よく使ってもやっぱり200年ちょっとぐらいなんですね。木桶でずっと作り続けたい、ステンレスとか樹脂のタンクで作ると味が変わってしまうので、創業以来初めて一本新桶を入れました。それだけ木桶に対する思いというか、残していきたい。そうですね、本当に味が違うんですよ、もう17、18年ぐらい前に一回仕込んだことがあるんです、樹脂のタンクで。全然味も香りも別物になってしまったので、やっぱり木の桶じゃないと出ない美味しさっていうのがあるっていうのはその時はっきり分かったので、木桶職人復活プロジェクトっていうのに賛同して新桶1本作りました。思いのこもった桶ですね。そうですね、でもこれ新品なので新桶で初仕込みで初絞り、その1回だけはとてもフレッシュなお醤油というか、杉の香りがまだほんのり残ってるようなちょっと特殊なお醤油が最初の1回だけできます。そのお醤油は今年にもう出ちゃったんですね。来年です。来年か。来年の3月に完成予定なので、発売は多分ゴールデンウィーク前ぐらいですね。皆さん帰り走らなきゃいけないですよ、これは。はい、今予約販売受付中です。セールスが上手。ありがとうございます。社長さん、今日はこの貴重な蔵を見せてもらってありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうすごいこの醤油に対するこだわりとか、はい、今まで残してきたものを大切にしようという気持ちがもうひしひしと伝わってきたので、うん、そうですか、よかったです、ありがとうございます。なんでうちも今回この醤油で作りたかったですし、これは多分皆さんにもすごく伝わったと思うので、はい、では今日は一度これで返させていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。でよろしくお願いします。はい。感想点。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もっと取れますか？もうめっちゃ調理力なくないですよ。そんな感じで、はい、ではいかがでしたでしょうか。本当この万能調味料を作ったのも、私のこういろんな思いを詰めながらも、よりね、視聴者さんに料理を楽しんでほしいっていう気持ちがあって作った調味料なんですけど、年内最後の販売になるので、よかったらお買い求めください。では今回の販売の詳細について説明いたします。販売期間は10月27日お昼の12時から10月31日の23時59分までとなります。発送、お届けについてですが、11月下旬ほどを発送予定しております。受注生産になりますので、発送までお時間をいただきますがご了承ください。販売商品については、万能シャフユ 500ml ペットの販売となります。インスタの DM とかに、海あたりの販売はないんですかっていうメッセージをいただいてたんですけど、製造の関係上海あたりは夏季限定の商品となります。今回は取り扱いがございませんがご了承ください。販売は山川醸造 EC サイトにて販売となります。概要欄に販売サイトの URL がありますので、そちらをご確認ください。で、今回から決算方法に Amazon Pay が使えるようになったので、 Amazon をご利用される方ですと Amazon Pay のボタンを押していただくと決済ができますので、もし気になる方は販売サイトからご確認の上ご利用ください。また先日告知をしました11月3日にあるマーケットベールというイベントでも店頭で販売をする予定ですので、販売本数に限りがあるのですが、もしね、対面で買いたいなって方は、よろしかったらぜひマーケット日和でも商品売っておりますのでお声掛けください。はい、では今回は2023年今年最後の万能シャーユ販売のお知らせ動画でした。まあ、これ毎年言ってるんですけど、ほんと万能シャーユはお正月大活躍します。私はもうすき焼きと焼き餅につけて食べるのがめちゃくちゃおすすめなんですけど、深みのあるたまり醤油にこのベストなバランスの調味料の配合が、普段の食卓にもお正月などこう行事ごとの食卓にも大活躍するようなとても万能な調味料なので、よろしかったら概要欄に販売 URL が貼ってありますので、そちらからお買い求めください。じゃあご視聴ありがとうございました。万能醤油欲しいなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。
シャウユー。